ロレックス買って、ロレックス買って、ロレックス買って、買ってよ、ロレックス買って、ロレックス買って、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 買って。はい、ふみたんでございます。今回はまたロレックス正規店に行ってきたについてだらだらとお話しさせていただきたいと思います。今回ね、またロレックス正規店に行ってきましたというところでね、実際に行ってきたその店舗の様子と、あとは雑談ですね。そういったことをね、お話していきたいと思います。9月1日に新作が発表されてから、ロレックスの正規店にね、伺ったのは今回で4回目になります。でもね、結果から申し上げますと、新作に巡り合ってません。シリーズを問わずね、1個も見れてません。私はね、一応ターゲットとしましては、パーペチュアルの34か36を希望していますね。でね、プロフェッショナルじゃないから、ちょっともう4週目っていうことで、一応現物っていうかね、何かしらの新しいシリーズを見てね、例えばせめてこう、その雰囲気っていうんですか、例えばダイヤルカラーの感じとかね、そういうのでもね、見ることができたらなぁと思ったんですけれども、ちょっとね、見れませんでした。あとはね、新しく出た41ですか。あれではないので、まだね、購入チャンスがあるんじゃないかなぁと思っていたんですけれども、ちょっとね、想像以上にね、厳しいですね。現段階ですけれども。ちょっとなんかすごいなぁと思ってね、ちょっとね、パーペチュアル買うのになんかこんな風なんだなっていうね、ところがね、正直なね、意見でございます。またね、これ、で、私がね、一番、今年入ってからちょっとパーペチュアルタイミング合えば購入したいなと思ったのが、春先だったんですけれども、ちょっとね、例のあれで行けなかったんで、宣言がね、解除されてから、ぼちぼち行ってたんですけれどもね。最初は、カラーとしましては、パーペチュアルのホワイトか、あとオリーブを希望してたんですけれども、結局合わずじまいで、そのうち9月に新作出るかもしれないってなって、パーペチュアルももしか変わっちゃったら、旧作とこう行き合っちゃったらどうしようかなとかね、そういらぬ心配をしながら、今日までね、一度も見ることもできずっていうところですね。ちょっと発売したばっかりだから、しょうがないのかなっていうところをね、ちょっとあるんですけれども、ちょっとね、その入荷状況といいますか、ちょっとお店の人にそういうのちょっと尋ねた、見たんですけれども、新型のパーペチュアルは、34以上っていうんですかね。だから34、36、41ってことですよね。それらはね、未入荷だそうです、今の段階では。でね、31に関しては、入荷して販売したって言ってました。何個かあったんですけど、今はないんですっていう感じじゃないんですよね。入荷してないっていうね、すごいなぁと思って。あとね、もっと驚いたのが、新しいサブマリーナが入荷してもう販売したそうです。だから誰かね、どなたか購入された方がいるっていうことですよね。すごい、ちょっと思いました。今後ね、このね、入荷はね、安定してくるのかなーって、ちょっとね、どうなんだろう。なんかね、市場でもね、
中古とかね、まあ、未使用品っていうんですか、そういうのとか、まあ、平行門とかはね、ちょっとご祝儀価格になってるんですけれども、そういったのもね、どういうふうに変動していくのかなってちょっとね、注目してみたいなと思っています。しかしね、パーベジュアルでも買えないのかっていうね、今後ね、これ供給がね、こう安定してきて、まあね、いつでもあるっていう風になるかちょっとわかんないですけど、まあまあちょっと待てば買えるっていう風にね、なるんですかね。皆さんはね、どうお考えでしょうかね。これね、私ね、正直ね、マラソンしてまではちょっといいかなってちょっと思うところもあったんですね。マラソンされてる方はごめんなさい。悪いとかそういう意味じゃないんですよ。でもすごい通い詰めてまではいいかな、タイミングがあった時にもしあれば欲しいなぐらいに思ってたんですね。だけどね、私ね、1週間に1回ぐらい今行ってんですよね。だからね、自分でもね、気づかないうちにこれマラソンしてるんじゃないかってね、ちょっと思っています。またね、来週も行ってみたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。またお話できたらと思います。